こんにちは、わたるぐさです。今日はディップフラワーで月下美人の花のかんざしですね、こちら作っていこうと思います。はい、今回はね、フラワー用ワイヤーの裸線ですね、こちらを、30番のものを使って作っていきますが、あればね28番ぐらいでもねいいかなと思います。まずは4センチのゲージパイプで左右ですね、このワイヤーの端と端のところに1つずつ輪っかを作っていきます。で、先端を少し指で尖らせてこんな形ですね、ちょっと西洋の剣みたいな形なんですが、に広げていきます。はい、で、こちら同じようにね、少し、先をこのように形を整えて、根元はね細くしておいていただいて、でちょうど半分ぐらいのところでね、このように切って、で少しね反り返った形にしておきます。で、1.5センチゲージですね、こちらは5回くらい回してあげて、ゲージの溝に片方のワイヤーを通して引っ張り上げてねじって留めます。これはね中心部分の、おしべになります。なのでこれで開いていって、ねじって留めます。はい、こんな感じですね。より繊細にしたかったらですね、これ根元をあの接着剤で留めて、あの先端だけね黄色つけるみたいな感じでもいいかもしれません。3センチのゲージパイプですね、こちらを使って花びらを作っていきます。大きいね中心部分の花びらですね。で、これが3センチゲージだとかなりギリギリですね。3枚作りたいので、最初の始まりをかなり短めにね持ってスタートしてください。そうしないとね、この3枚花びらがね作れないんで、その場合ね2枚で作っていってもいいんですが、2枚で作っていくとちょっとねモコモコしてしまうので、できれば3枚でねこのように、作ってください。で、先端はねこのように広げて内側に向かってね少しカーブを入れていきます。よいしょと。はい、こんな感じですかね。これを、いくつか作るんですが、後でね数はご紹介します。で、こちらは 2.5 センチゲージですね。こちらでも今と同じように3枚の花びらを作っていきます。こちらはね少し小さいので余裕があるので、ワイヤーは少し長めに始めても大丈夫です。で、1枚目を挟み込むようにしてねじって留めます。で、先端に向かって少し引っ張って、尖らせてね、こんな感じで開いていきます。工程はねこの辺は同じです。なので、花びらを、2つと、細長い花びらをね1つっていう感じで、こんな感じで作って、最終的にはねこの小さいのを内側にして、でこんな感じでこの長いものですね、長い花びらをこんな感じで外側につけていくという感じで組み立てていきます。ちょっとね不安な時はね、ディップする前にこんな感じでちょっと予想完成図をね、見てこんな感じでいいかなっていうのをねやってみるといいかもしれません。今回はね、デラックスパールでディップしていきます。すべてね、あれです、おしべはゴールデンイエローでディップしました。ちょっとね動画撮り忘れちゃったんで。はい、で、ストレスナーはね今回ちょっと頑丈にしたかったので2回つけました。つけて乾かして、つけて乾かしてっていう感じですね。で、おしべはこんな感じで3つ作りました。で、2.5 センチゲージは6個ぐらいですが、使ったの5個ですね。で、こちらは、3センチゲージですね、こちらも5枚ぐらいかな。で、こちらが1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13本ぐらいですかね。この辺はね少し、前後しても大丈夫ですけれども、こんな感じで目打ちで穴を開けて、カットしていきます。ワイヤーをですね、最後のね1つだけはお花、大きい方ですね、3センチゲージの1つはワイヤー残しておいてください。で、おしべは、ワイヤーをすべて1本にしてしまって、こんな感じで揃えてねじって留めますですね。よいしょ、できるだけね細くねじって通しやすいようにね穴にしていきます。で、穴に通していくんですが、ちょっとね、長さがバラバラしてると通しにくいので、ワイヤー少しね切って通しやすくしておいた方がいいかなと思います。はい、あとねこの時期寒い
からなのか、よくね花をディップした後に乾燥させてるとちょっとシワが入ってしまうことがあると思うんで、そういう時はね、まあ、ドライヤーとかで、温風を少し弱めに出していただいて、ストレスナーつける前にですね、ちょっとそのシワを伸ばしてあげるっていう作業がねちょっと必要かなと思う今日この頃です。寒いんでね、はい、そんな感じでやって、で今回ワイヤー私の少し細かったですよね。30番繊細な感じは出るんですけれども、逆にちょっとね特に細いこの4センチゲージで作った細長いね花びらが、シワが入りやすいとなので、やはり28番ぐらいのワイヤーの方が鉢目に作るなら作りやすいかな。ワイヤーがね太くなればなるほどディップの膜が厚くなるので、その方がいいかなという気もしないでもないですね。まあね、大人が使う分だったらかんざしもねそう触るものではないので大丈夫かなとは思うんですが、壊れやすいのでね、はい、でこんな感じでどんどんね順番に小さいものから大きいものへと、花びらを通していきます。まあね、この辺の数はちょっと作りながら、ああもう1枚入れてもいいかなみたいな感じで見てください。はい、でここからですね、この細長い4センチゲージで作ったものをつけていきます。とりあえず最初はねわーっとこの均等につけていくんたんですけれども、後々なんか見てるとあれなんか菊の花に見えてきたなって思ってしまって、ちょっとこの向きとかですねを少しね下の方向に向かしてあげたり、ちょっとバラさせてあります。そうしないとなんか本当に菊のあら縁起が悪い白い菊の花に見えてきたみたいな、気をつけましょう、はい、ちょっとねバラバラ方向をさせた方がそれっぽいかな。月下美人ね、咲いてるのは見たことないですね。夜だからなかなかね、そんなに育ててもないのであれですけれども、画像で見た感じはねもう少し白いですね、真っ白い花なんですが、迷ったんですよね。スノーホワイトでディップするかね、その辺は、まあ、ちょっとねお好みで、スノーホワイトはねちょっと白すぎるっていうのも一つあるんで、まあ、そういう時はねちょっとクリアを混ぜて、まあ、透明感をね増してもいいのかなという気はするんですが、まあね、少しあと差し色で、まあ、色ねちょっと入れてあげる、後からマニキュアなんかでちょっと塗ってあげてもねおしゃれかなとは思いますね。でこんな感じでねお花自体はまとめて下の方でねじって留めて、完成かなという感じですね。あとは少しねこのお花花びら同士のね間隔とかを調節して、まあ、いい感じに広げていきましょう。こんな感じですね。向きとかをねこんな感じで四角してますが、このあとねかんざしつけるね作業もあるので、その時にもまたちょっと動いてしまうのでね、まあ、この辺はほどほどに、で一応ばらけないようにね接着剤だけちょっとつけておきました、今回はね。で、かんざしにするのであまり目立たないねホワイトのフローラルテープでちょっと巻いていきます。まあ、グリーンでもねこのあと糸をちょっと外側に巻いてしまうので見えなくなるとは思うんですが、あまりね、まあ、目立ちたくないので、今回は手芸店で購入したホワイトのフローラルテープで巻いていきました。はい、こんな感じですね。ここはそんなに別に長さね欲しいわけではないので、このくらいで根元だけねしっかりばらけないように留めておきましょう。はい、とこんな感じですね。くるくると、こんなところで、でですね、かんざしのパーツがなかったのでちょっとお買い物に行ってきました。かんざしパーツですね、これでだいたい250円ぐらいなのでね、はい、でまあね本当はね、まあ、多分輪っかあるんでもうちょっとなんかチェーンとかつけてもいいと思うんですが、とりあえず少し長さを見てあげて、まあ、こっち片方の方ですね、両面テープですね、布用のちょっと強力なものでつけましたが、こんな感じで留めて、それからねフローラルテープちょっとちぎって、本体とくっつけていきます。このかんざしパーツとお花を、くっつけるという作業ですね。ここはちょっとねかんざしが2本のやつなのでつけづらいですが、でさらにもう一
かい、その上から両面テープを貼り付けまして、今回はねラメのレース糸でやってますが、錦糸っていうような名前でね売ってるね糸なんかを使っていただけるともうちょっとね太いのでやりやすいかなと思いますが、これでよりしっかりと固定をしていくというのと、今のこの白い部分をね見えなくしていきます。はい、で最初の始まりのところをね少し残し、どれくらいですかね、3センチ分ぐらい後で結ぶんでね、その分は残して、あとはこんな感じで適当に本体とぐるぐる止めていきます。このねちょうどあった輪っかなんかも利用してね、いろんな方向から止めて、あとは綺麗にね一旦下まで下ろしていきます。巻いてね、よいしょとこんな感じで引っ掛けつつ、はい、下までくるくると来たら今度は上にまた戻ってちょっといきます。まあね、私のがねレース糸なんで細いからっていうのもあるんですけれども、これくらい巻いても大丈夫かな。最後のこの巻き終わりがね結構ね綺麗にまいってるかな。とりあえず白いのがね見えないようになればいいかなと思っています。でよいしょ、最後を結んで留めたいのでちょっと向きを考えて、どっかに引っ掛けたいですね。でこの辺りでいいかな、一本引っ掛けて、長さをねよいしょ、これと始まりのところのね糸と終わりの糸をギュッと結んで、駒結びでねいいかなと思うんで、よいしょ。あとこの時ねお花の向きですね、今これかんざしに対して、まあそのまままっすぐ上向きについてますが、まあかんざしどの位置に刺すかにもよるんですけれども、もしねあれでしたらお花のこの首のところを90度ぐらいこう折り曲げてあげるとね、かんざしに対して垂直になるというか、向きをその辺ねちょっと、どう使うかによって向き変えてあげてください。まあねワイヤーなどで普通にねキュッとやればお花自体は向き変わると思うので、でこの結んだところをね一応接着剤で留めておきましょう。ほどけてもいけないのでね、あと軽くちょっとこの辺も継ぎ足しで、留めました。はい、こんな感じでなんとかね、ちょっと見えちゃってるとこあるんででしたが、完成いたしました。ご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。